ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日のレターのご紹介をします。3月7日の質問箱、興味深く拝読しました。相互依存とは自立の後に来る段階のイメージなのですが、愛着障害は依存はしないとして自立はしているのでしょうか？私は生まれてからこの方、ずっと依存している感覚が拭えず、それが苦しさの真ん中にあるのですが、愛着不全なのでしょうか、というお便りですね。相互依存というのは、お互いに依存し合う、人という字を、漢字を思い出してもらうとわかるんですが、左から右からお互いにもたれ合ってますよね。あれが相互依存ですね。夫婦の関係はああいう関係です。ですから、夫婦になるっていうことは、成人期1期は通過しているわけですよね。大体において、99%は多分そうですよね。20歳、20代から始まる親密の問題をね、クリアしているわけで、相互依存っていうのは、当然親密の問題はクリアしているわけですね。親密の問題っていうのは成人期1期の問題、発達課題ですから、自立っていうのは、これは青年期、思春期の終わりに来る、アイデンティティの確立、社会的アイデンティティの確立ですから、どっちが順番が先かというと、この方のおっしゃるようにね、自立の後に、相互依存がやってくる。これが、ノーマルな感じなんでしょうね。エリクソンの発達、段階を考えると、そうなると思います。で、愛着障害はこの依存がない、依存しないとして自立はしているのか、というと、これはエリクソンの発達課題でいうと自立はしてないですよね。発達課題でいうとね。なんでかっていうと、愛着障害の人は幼児期、基本的信頼感。ここでもう人生の、初っ端につまずいているわけで、その自立、アイデンティティの確立、つまり青年期、これにはまだまだほど遠いわけですよ。ただ、愛着障害の人は、かりそめの成人期っていうのを発達させていくから、見た目は自立している立派な大人に見えることもあります。でも、成人期1期じゃなくて、かりそめの成人期なんで、親密の問題をクリアしてないので、相互依存っていうことはなかなか難しいっていう感じですかね。原則ですから、これが絶対だというつもりはありませんが、説明するとこうなるかなと思うんですけれども、要はそのエリクソンの発達課題と愛着と依存を絡めて説明すると、こういう説明になるのかなと思います。で、この方がずっと依存している感覚が拭えずっていうのは、生まれてからっていうことだから、これは依存っていうか、愛着しているっていうふうに言った方がいいと思うんですが、愛着はあるんでしょうね。ありつつ、それが苦しくて、自分の人生のど真ん中の課題であるとすれば、これ、愛着不全か、愛着障害か、どっちかだと思います。これどっちかなのかというのはね、言えません。愛着不全がメインになりそうな感じですけれども、愛着障害の人でもそういう感じの人が
いるので、この質問いただいた方がどっちの方だかはちょっとね、何とも言えないかなと思うんですが、愛着の問題はね、持っていらっしゃる方なのかなと思いました。明日はね、ちょっとね、暖かくなるのかなと思います。今日もちょっと寒かったですよね。皆さん暖かくしてお休みください。それではまた。